カニ以外あるの？これ。これなんか星座のやつで出てきた。あのストーリーで質問返しをしてたところだったんですけど、急にインスタライブ始めるという、ピンクだったので、ピンクじゃない違う色にしようと思ってて、まあ髪の毛次第ですね。いやマジダウはね、オレンジがね一番良かったって言ってくれてて、そうオレンジを褒めてくれるんです。皆さん何、え、明日何？お仕事じゃないの？学校とかお仕事じゃないんですか？
Colombia. Oh, you're from Colombia? ママからサダオ YouTube やってるよ。つってその一個前に見てたねドラマもサブリナっていうあの魔術というか呪文を使うドラマだったのでもう僕は多分本当人間から一もしてます。イエーイ。魔法使いたい。もうだからね。とか魔術師って言いにくいな魔術師とかなんかそういうの超能力者とかの方が近くにいるのかなと思ってですげえ気配を感じてあ怖っってなって一回で遅れも何かすごい目の前が動いてるのがあってそうでそれがずっと続いたの昨日 2回3回ぐらい。
戦うんだよ。で、僕もそのうち力が出てくるようになって、で、実は僕のママがずっとダオに秘密で、ものが何もなくて、えみたいなこれ何が起きてんのみたいな感じな時があったんですよ。で、そしたらママとパパがそれを、まあ、聞いたわけ。ね、みたいな。え、なになにその口調みたいな。なにその喋り方みたいな。よく映画で見るやつやんみたいな感じだったの。そしたらなんか、そのママの部屋とかにあるドレッサーの、そのことがあってからすごい、あの、なんだろう、もう、ま、もう僕は魔法を使いたいっていう、あのね、すごい気持ちが強くなり、今思えばその時そうだな、答え確かみんなにサイコパスサイコパスってめっちゃ言われたわ、覚えてる。まあでもね、大丈夫。
タルルンドンドンドルルンドンドン。だから今ね、だから思ったけどね、今この配信をしてるじゃないですか。僕今映ってる部分、この顔とかしか映ってない。起きてますね。ゆうきくんとラブラブやんだ、おくん。ゆうきな。いや、ほんとに、僕まださ、出会ってさ、何週間。めっちゃ仲良くなってるのってすげえなと思って、うん、ずっと毎日のように LINE してる。ほんまに、ほんとなんか、の方がいいなみたいな、なんかそういう感じがね大事だと思うんですね。だからなんかこうあまり縛られずに頑張ろう。
からまあ少し離れてもういいよねみたいな感じで言ってて、確かになと思って、なんか東京観光とか言われに埼玉行ってたから、まあでもなんか初めて聞きました、僕ストーリーで。いつもね、僕ね、その自分が行った場所とかを後から載せて、なんだろう、ここ行ってきましたみたいな感じでまあ言うんですよ。来賓公園か公園ってところですね。そう、めっちゃ綺麗だったの。検索して調べてさ、うわめっちゃ綺麗、生きてーみたいな。できたんですね、最初に。で川越行ったらもう本当に人もたくさんいて、なんか街並み、その川越の風景っていうか建物とかすごい変わ、
ゆうきって名前今まで10人はあっただって、え、少なくない？逆に俺ダウン多分もっと合ってるよ、ゆうきって名前の友達。ね、多分ねそのせい。ルイボスティー。会いたいよ。会いたい、会えない。え、悲しい。とかがこう増えてくださるのはめちゃくちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。
頑張ろう。本当ありがとう、みんなのおかげです本当に。そう、写真はね撮れないんですよ。この写真集の追加イベントもね、その東京大阪とね2日間その写真集イベントをやらせてもらったんですけど、もうそれで完売をありがたいことにできて、全然焦らず待っていてくれたら嬉しいなって思います。そして、まあ僕が今新しく挑戦してる YouTube なんですけど、YouTube を、まあ今ねすごいいろんな、なんていうんですか、 YouTuber さんもたくさんいるし、本当に数えきれないぐらいたくさんいるし、これからどんどん昔からの応援してくれてるファンの方だったりとか、久々にコメントしてくれてめちゃくちゃ嬉しくて、やっぱなんかこういろいろ思い出すんですよね、昔のことだったりとか過去のこと、あの時はああだったなとか、結構いろんな思い出が出てきてて、なんだろうな、こうやっぱ昔は昔で良かったこともあって、今は今でいいことももちろんいっぱいあるから、過去に戻りたいっていうよりかは、あ、思い出としてしっかり記録に残っててよかったな。今いろいろ頑張っていかなきゃいけないこともたくさんあって、なんかなんだろうな、このうーん、何が正解かは分かんないけど、
つ一つのことを全力でまずはやっていこうって思うので、うん、だから一つ一つの出会いを大切にしていきたいな。あるグループだから、その個性も生かしつつ、やっぱ6人が揃った時にさらにその力を発揮できるようなやっぱ土台というか、そこをしっかり作っていこうと思ってます。乗り越えていきましょう。ということで、僕は泣きません。僕は今日はもうね、
ありがとう。これからも魔術師。じゃあまたね、みんな、おやすみなさい。まったの。まずは、今週もね、舞台前ですけども、18日、大須で。演じる。また近々やるから絶対来てね。じゃあね。おやすみー。